公営トライ、公営トライは日本の競争馬である。九州三馬としてはゴールドイーグル以来となる中央競馬重賞2勝馬となり、2010年の阪神ジャンプステークス優勝で年1回開催の重賞としては、史上初同一重賞4勝、史上最多となる障害重賞8勝目を挙げた。なお同馬の,馬の馬種である伊藤正明は過去にも同じ。 公営トライという名前の1990年生まれの大馬を所有していたが、こちらは体制できずに終わっている。ちなみにその馬も一度だけだが、障害層に出走した経歴を持つ。2003年12月に阪神競馬場でデビューした。デビュー戦は5着と検討したがその後は勝ちきれない。競馬が続き、初勝利は2004年の小倉競馬場の未勝利戦だった。 その後も惜しいレースは続けるものの勝ちきれず、2005年11月の京都競馬場の500万下、4着の競争を最後に、障害競争に転向する。2005年12月の阪神競馬場で、障害競争のデビュー戦を迎える。すると、6番人気ながら障害デビューを勝利で飾った。なお、同レースでは、後の中山大障害馬のマルカラスカルも、 障害デビューし一番人に押されたものの三着に、敗れている。その後ミキホースランドパークジャンプステークスで、ナイストップボーイの二着に入る。しかし2006年に入り牛若丸ジャンプステークスで、マルカラスカルの八に敗れるとその後のオープン競争で、落馬競争中止、スプリングゲントの四着に敗れ休養に入る。そして休養明けの小倉サマージャンプに出走する。 この時は14等立ての12番人気と、全く人気がなかったが57キロの軽ンでと、大逃げを打って、10馬審査の大差で重賞を初勝利、する。小倉の障害オープン競争では61キロを、背負い上りハウスに、首差で破れるが、その直後の阪神ジャンプステークス。この年は、阪神競馬場が、芝外回りコース増設工事のため、 中京競馬場の芝3330メートルで行われたで再び逃げ、上りハウツーやラージヒルジャンプの猛追を首差でしのいで、レコードタイムで重傷2勝目となる勝利を収めた。さらには東京オータムジャンプではスタートから先頭を譲ることなく見事レコードで逃げ切り勝ちを収め、障害重傷3勝目となった。2007年初戦は春麗ジャンプステークス。 レース中に落鉄した上、最終障害前にかわされるが、最後の直線、ダートコースで、再び差し返し勝利を挙げる。同レース中には、同馬の落鉄した定鉄が後ろを、追していたフミのときめきの左目の下に突き刺さるという、アクシデントが起きた。その影響からか、フミのときめきは三着に敗れている。続いて挑戦したのは、半身スプリングジャンプ。 唯一の貧馬で58キロの金量にも恵まれ、圧倒的一番指示に指示されたが、スリーオペレーターとの激しい争いに敗れ2着になる。しかし3着との差は2秒4もあり、完全に2頭のマッチレースであったことがわかる。その後、中山グランドジャンプには出走せず次の週の京都の、障害オープン競争に出走。相手にも恵まれ圧勝するものと思われたが、 最後は2着のテーム突破ズレに花様で詰め寄られ、勝利をめたものの非常に僅差の勝利となった。次に、東京の障害オープン競争に出走。しかし前走と比べて馬体重が20キロも減っていたことも影響してか、勝馬、宮城ペルセウスに2.6秒もの差をつけられ2着に、敗れた。さらに続いての東京ハイジャンプでは、自身が昨年東京オータムジャンプで、 レコードタイムで勝利したコースであったが出遅れが響き6着に、敗れ、さらに勝ったメルシーエータイムにレコードタイム更新された。しかし、次走の小倉サマージャンプでは、コースタートから先頭に立つとそのまま逃げ切り、トップハンデとなる 62kg の金量も克服し、同レース連覇を達成した。続く、阪神ジャンプステークスでは、スタート後は行位につけ、 途中から先頭に並ぶとそのまま最後まで押し切り、レコードタイムで勝利。昨年に続く、同レース連覇を達成した。しかし次の京都ハイジャンプでは一番人気に押された。ものの、約1年7ヶ月ぶりの復帰を果たしたテ m エムドラゴンに3場審査で敗れた。2008年は、牛若丸ジャンプステークスに出走するが、マルカラスカルと並んで、先頭で迎えた最後の障害で落馬。 競争中止となった。その後の阪神スプリングジャンプでは、ニ神ザンに敗れ2着だった。自走の東京ハイジャンプでは、テームエースの6着に敗れた。その後、同レース3連覇を目指して、小倉様ジャンプに出走したが、金量62.5キロのトップハンデが響き、バトルブレイブの2着に敗れた。その後阪神ジャンプステークスに出走、見事勝利し3連覇を果たした。 続く、京都ハイジャンプでは2着に敗れた。2009年は、山内健治9社へ、天馬屋して全球。2010年は、前走から1年2ヶ月ぶりとなる牛若丸、ジャンプステークスに出走するが、4着に敗れた。その後、5年ぶりに、平地競争に出走したが16着としんがり負けに、終わった。続く、阪神スプリングジャンプでは14着と2戦続けての、 しんがり負けとなった。続く、京都ハイジャンプでは、人気通りの6着に敗れた。東京ジャンプステークスでは軽快に逃げるも、直線でギルティストライクにかわされ2着に敗れた。小倉様ジャンプでは一番人気に支持され、前走同様レースを主導したが、最後の直線で、ランヘランババトルブレイブにかわされて3着だった。新潟ジャンプステークスでは障害競争2戦目以降、 起場を続けた小坂忠氏に代わり高田淳が初起場し警戒に逃げ切り勝ちを収む障害重傷7勝目を達成。なお、高田はこの勝利により JRA の障害競争が行われる6つの競馬場すべてで障害重傷競争に勝利したことになった1999年に障害競争に グレード制が導入され6つの競馬で、障害重症競争が施行されるようになって、以降、市場所。続く、阪神ジャンプステークスでは、コースタートから1から2馬身ほどのリードを保って、逃げると交正面で進出してきた栄心ボストンの、追を直線入り口で振り切って、勝利、障害重症8勝目を挙げた。東京ハイジャンプでは、逃げるズレをマークする形で追走するが、 直線で伸びきれず4着に敗れた。京都ジャンプステークスでは、レース途中からテーム突破ズレに絡まれる展開になり、直線で失速し7着に敗れた。2011年初戦は、新潟ジャンプステークス、レースでは2番手以下を引き離す逃げを打ったが失速し9着。連覇を狙った、阪神ジャンプステークスでは花を奪いレースを引っ張るも5着に、敗れた。 その後9月22日付で登録を抹消された。引退後は繁殖品馬にならず、生まれ故郷の伊東牧場で乗馬になる。生涯重症を買った品馬であるが、乗馬になる理由は不明である。タイムランの R は、レコード価値を示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。